ロナルド・ワシントンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元プロ野球選手。野球指導者、ウトウミギウチ。現在は MLB のアトランタ・ブレーブスで三塁コーチを務める。1970年7月17日に、カンザスシティ・ロイヤルズと契約。ロイヤルズ参加、ニューヨーク・メッツ参加、ロサンゼルス・ドジャース参加のマイナー球団でプレーし、 1977年9月10日にドジャースでメジャーデビューを果たした。しかし、その後3年間はメジャーに昇格することはなく、1981年にミネソタツインズで4年ぶりにメジャーでプレーした。ツインズでは1986年までの6年間在籍。その後、1987年はボルチモアオリオールズ、1988年はクリーブランドインディアンス。 1989年は、ヒューストンアストロズに所属し、1990年に、テキサス・レンジャーズ参加のトリプル a 級オクラホマシティ、a イナーズでプレーした後、現役を引退。1987年9月14日のトロントブルージェイズ戦で、 カルリップ県が父シニアの決断によって8243イニング連続出場と903試合連続フルイニング出場が途切れた時に代わって遊撃の守備についている。また、1988年5月28日のミルウォーキーブルワーズ戦では9回裏に代打として起用され、アンダを記録し、オーデル・ジョーンズのノーヒットノーランを阻止している。現役引退後、 1991年から1995年は、メッツ参加のマイナー球団のコーチを務め、1996年から2006年にかけて、オークランドアスレチックスの三塁コーチを務めた。2006年11月6日に、レンジャーズの監督に就任。この時、レンジャーズのベンチコーチのドン・若松、メッツの三塁コーチのマニーアクタ、北海道日本ハムファイターズ監督の、 トレイ・ヒルマンらが監督候補だった。2010年3月、前年7月の薬物検査でコカインに陽性反応を示していたことが発覚した。監督としてはレンジャーズを11年ぶりにアメリカンリーグに地区優勝に導き、さらには球団史上初となるリーグ優勝決定シリーズ、進出、そしてワールドシリーズ進出を果たした。2011年にもリーグ優勝を果たし、 ワールドシリーズに2年連続出場。セントルイスカージナルスと対戦し、3勝2敗と大手をかけながらも、その後連敗。2年連続でワールドシリーズ敗退となる。2014年2月24日に、レンジャーズとの契約を2015年まで延長することに合意したが、9月5日に、一心上の理由で監督を辞任した。また、これに伴い、同年11月に、 日本で開催される日米や QMLB 選抜の監督も辞退することになった。2015年5月22日に守備インストラクターとしてアスレチックスに復帰。8月24日より三類コーチに配置転換され2016年まで務めた。2016年10月11日に2017年シーズンよりアトランタブレーブスの三類コーチへの就任が発表された。 ありがとうございます。